大変お待たせしました。ただいまより埼玉選挙区参議院議員選挙に伴う公開討論会を開会いたします。開会宣言を公益社団法人日本青年会議所関東地区埼玉ブロック協議会組織連携推進委員会副委員長福田康隆より申し上げます。はい。ただいまより埼玉選挙区参議院議員選挙に伴う公開討論会を開会いたします。続きまして本討論会の主催者を代表いたしまして、公益社団法人日本青年会議所関東地区埼玉ブロック協議会会長大木隆弘よりご挨拶申し上げます。はい。皆様こんにちは。ただいまご紹介をいただきました本年度会長を務めております大木隆弘と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずは本日大変お忙しい中、本討論会にご参加をいただきましてありがとうございます。よく政治のレベルは国民のレベルだという言葉を耳にしますが、民主主義において我々国民がしっかりと政治に参画をしていく、政治選挙に投票していく、そんなことは必須の条件であります。傍観者になっていたり誹謗中傷だけを繰り返すだけではですね、主権者としての責任を果たしているとは言えません。我々のこの公開討論会をきっかけにしていただいて、しっかりとした政治政策を重視をした政治選択をしていただきたい。また皆さんがより積極的に選挙に参画をしていただきたい、そのように願っているわけであります。そして我々のこの選挙においてより高い意識で今後も臨んでいくということがですね、明るい日本の未来につながっていくと私は確信をしております。ぜひ今日の討論会ご参考にしていただければと思います。結びになりますが、皆様の今後の ご活躍というかですね、ますますのご発展をお記念申し上げて、簡単でございますが主催者の挨拶に返させていただきます。本日はよろしくお願いいたします。申し遅れましたが、私は本日司会を担当いたします竹内徹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではこれより、本日公開討論会におきまして、会場の皆様に、守っていただきたい事項につきましてご説明申し上げます。会場での注意事項、ご来場の皆様には次の事項をお守りくださいますようお願いいたします。1、立候補予定者の発言を妨げるような言動、やじ、私語などはおやめください。2、開会時、閉会時及び司会コーディネーターが促した時以外の拍手はおやめください。3、特定の立候補予定者のイメージに関わる行為、プラカードの掲示や宣伝活動などはおやめください。討論会を円滑に運営するために次の事項にご協力願います。1、原則として開会後の
入室退室は閉会までご遠慮願います。2、客席からの立候補予定者への直接の質問等は一切ご遠慮願います。3、報道関係者以外の方のカメラ、ビデオの撮影及び録音はお控えください。なお、公開討論会を撮影したものを選挙運動に利用することはできませんので、ご理解をお願いします。今述べた事項を守っていただけないために、討論会の運営に支障が生じると判断される場合、退場をお願いすることもあります。あらかじめご了承願います。ルールの方は以上となります。それではこれより本日大変ご対応の中おいでいただきましたパネリストの皆様およびコーディネーターのに登場していただきます。皆様拍手でお迎えください。それではパネリストの皆様をご紹介いたします。会場の皆様からご覧になって、左手中央より、共産党伊藤岳様、みんなの党幸田久仁子様、はい、よろしくお願いします。民主党山根雄二様、公明党矢倉克夫様、はい、自由民主党古川俊治様、皆様こんにちは。社会民主党川上康政様、はい、幸福実現党谷井美穂様、コーディネーターは公益社団法人日本青年会議所関東地区埼玉ブロック協議会副会長三輪正久が務めます。はい、よろしくお願いします。またアシスタントコーディネーターは同協議会組織連携推進委員会委員長神橋幸太郎が務めます。はい、よろしくお願いします。それではこれよりの進行はコーディネーターに任せたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。コーディネーターを務めます、三輪と申します。本日は大変ご対応の中ご参加をいただきましたパネリストの皆様、そしてお集まりをいただきました有権者の皆様、大変ありがとうございます。本日は、この会場の様子をインターネット動画配信システムのユーストリームにおきましても生中継をしておりまして、この会場以外にいらっしゃる皆様にもご覧いただいております。この会場にいらっしゃる方もまた、この様子をですね見ていただいている、見ていただいている方もですね、ぜひともパネリストの皆様の政策の違いに、じっくりと耳を傾けていただければというふうに思います。それでは、討論開始前に私の方から改めてお願いと注意事項、そして全体の流れにつきましてご説明を申し上げます。司会から先ほど注意事項の説明がございました。構成を期すために私から促した時以外の拍手につきましてはご遠慮いただいております。また誹謗中傷やじについては厳禁とさせていただきます。スムーズな運営にご協力のほどよろしくお願いいたします。またパネリストの皆様の発言の順番につきましては先ほどくじ引きにて決めさせていただきました。またそれぞれの発言の順番につきましては制限を設けております。こちらにつきましては前方におりますタイムキーパーのプラカードおよび終了の鐘
を鳴らしてお知らせをいたします。制限を超えてのご発言についてはご遠慮いただきます。それでは本日の流れにつきましてお伝えをいたします。まずはじめに、討論の失礼しました。まずはじめに自己紹介、そして現政権に対する評価について伺います。その上で討論の中身につきましては4つのテーマに絞りまして進行をいたします。経済政策、日本国憲法、社会保障、そして国防安全保障という4つのテーマで行ってまいります。それぞれにつきましてお考えを一通り述べていただきました上で他のパネリストの発言への反論ないしはご自身の発言への補足についてまた一巡して一通り述べていただきます。その上でさらなる反論ないしはパネリストの皆様の中での質問質疑につきましてもお時間の許す限り作ってまいりたいと思います。最後に全体を通じまして言い足りなかったことや国民県民の皆様にお伝えいただきたいことをスピーチをいただきます。討論途中の拍手についてはご遠慮いただいておりますけれども、最後のスピーチに関しましてはどうか分け隔てなくご心なく拍手をいただければと思います。また討論の中でこちらの丸バツカードを使用させていただくことがございます。こちらは各パネリストの皆様の政策の違いですとかまた政策以外の人となりというところにつきましても分かりやすくお伝えするために使用させていただきます。また非常に長時間にわたるどちらかといいますと大変硬いテーマでの議論になりますので、まあ、途中でですねアイスブレイク的な形での質問も交えながら進めてまいりたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。それでは早速討論の方に移ります。まず最初に自己紹介および現在の安倍政権政権発足後6ヶ月以上を過ぎたわけでございますが現在の安倍政権に対する評価につきまして100点満点中何点をつけられるかそしてその理由についてお答えいただきます。時間はお一人2分です。順番につきましては伊藤さんからお願いいたします。それでは伊藤さんお願いいたします。お集めの皆さんこんにちは。運がいいのか悪いのか一番くじを引かさせていただきました日本共産党の伊藤岳でございます。安倍政権の評価という点では10点から20点ぐらいかなと感じております。この間県内各地歩いてまいりましたが憲法を絶対に守ってください、これ以上暮らしを壊さないで、こういう声が寄せられました。県内20カ所で私ツイッターで呼びかけ合って原発さよならでもやってまいりましたけども再稼働も輸出もとんでもないと熱いエールをいただきました。憲法暮らし原発と自民党の暴走にストップをかけて県民の皆さんの願いに応える抜本的対案を示しているのが日本共産党だと思っております。さっきの都議選では自民党政治を変えたいという願いを託していただき日本共産党の議席が倍増いたしました。いよいよ参議院選挙ですが自共対決の選挙だと思います。憲法を守り生かそうという一議席、そして人間らしい暮らしをという一議席、どうか日本共産党の伊藤岳に何としても国会へと駆け上がらせていただきたいと思います。私第一に憲法9条を守り抜いてまいります。第2に福祉の乱暴な切り捨てをやめさせ憲法を暮らしに生かしてまいります。第3に景気回復の決め手となる安定した雇用と賃上げで所得を増やす経済改革に取り組んでまいります。第4に危ない原発は直ちにゼロへ、再稼働や輸出は許しません。日本共産党が伸びれば政治は変わります。どうか私伊藤岳を押し上げてください。ありがとうございました。それでは続きまして高田さんお願いします。皆様こんにちは。みんなの党参議院議員の高田邦子です。私は町場の小さな工務店に育ちました。そして、大学を卒業してからは民間企業に18年間勤めておりました。
その間2度の転職を経験して、また非正規雇用者も経験をいたしました。生粋の民間の出身であります。そして今の国会で6年目、この6年間の任期を満了しようとしているところであります。これまでの6年間で私が主に取り組んできたこと、それは一つはまずは行政改革の分野です。行政の無駄を省く改革、そして行政組織を効率的なものへと変えていく改革に取り組んでまいりました。それからもう一つは、これはもうライフワーク的に取り組んでいることでありますけれども、水資源、そして国土の3分の2を占める森林資源をしっかりと守っていくこと、法律改正なども行ってまいりました。そして、安倍政権への評価ということでありますけれども、点数は33点をつけさせていただきます。安倍政権でのアベノミクス、私はこれは方向としては間違っていないと思っていますけれども、まず1本目の矢なんですけれども、大胆な金融緩和、これを実行したこと自体は評価をいたします。もともとみんなの党の政策で、それを安倍政権が採用したということですので、これは評価をしたいと思っていますけれども、2本目の矢の、大胆な、機動的な財政政策、つまり公共事業などで景気を温めようということ、これはあまりにも先祖返りの旧来的なものに偏りすぎています。いただけません。そして、3つ目の、成長戦略、規制改革が鍵だと言われていますけれども、残念ながら骨抜きになっているのかなと言わざるを得ません。そこで33点をつけたいと思っています。止まっている改革を何とかして動かしていきたい。私みんなの通り、皆様の、私みんなの党参議院議員の幸田久仁子に皆様のお力をお貸しください。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。続きまして、山根さん、お願いいたします。民主党の山根隆二でございます。私は川越で市会議員を有期16年させていただきました。その後県議会を2期6年をして、その後に参議院に挑戦いたしまして、2期12年間務めさせていただきました。従いまして、私自身が持っている行動原理、思考の原理というのは、地域の声、あるいは県民の皆様の、市民の皆様の声をそのまましっかり受け止めさせていただいて、それを政策化する、あるいは法律化する、あるいは行政にぶつける、こういう姿勢を持たせていただいているところでございます。ちょうど今から10年前のことでございますけれども、私は所沢の年配の女性の方からこんな陳情を受けました。その方は乳がんにかかって胸の片一歩取られたということで、人工乳房を実はつけてるんですということでございました。非常に精密なもので、どちらが右か左か、どちらが本物かとわからないぐらい精密なものでございました。しかしこれは200万円もかかるんですよと、こういうお話を聞きました。ですから健康保険を適用するようにしてもらいたい、こういう陳情をいただきまして、早速議会決算委員会で取り上げさせていただきまして、時の厚生労働大臣から前向きな言質というものを取ることができました。それから10年かかってようやくこのことが実現しました。1ヶ月前に中央社会保険医療組会でこれが一部保険提供するということになりました。私は県民の皆様から声を、率直な声を国政に反映する、そのことに力を入れていきたいと思います。安倍内閣への評価でありますけれども、点数だと30点から40点ということでございます。気分を変えたということは評価をある面したいと思いますし、他分に挑戦するその姿勢は評価するということで、それが30点40点であります。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、矢倉さん、お願いいたします。皆さんこんにちは。公明党公認自由民主党推薦、矢倉勝雄でございます。私は経済専門の弁護士として、これまで日本、アメリカ、中国で9年間働いた後、経済産業省に出向をし、日本の弁護士としてさまざまな国際交渉を担当、3年強働きました。合計12年間日本経済再建のために働いてまいりました。民間と行政両方から働いて得た実感というのは、経済の再建といっても外交の安定といっても、その大前提である政治の安定が最も重要であるという点でございます。その意味もあって、38歳青年世代の代表としてこの度政治の分野挑戦をすることを決意させていただきました。
昨年の4月に公認をいただいてより1年3ヶ月、特に埼玉県内の中心とした中小企業、専社、また農家の方、さまざまなお声をお伺いいたしまして、現場の声から3つの課題、確認いたしました。今回その点を政策として掲げさせていただいております。一つは、実感できる景気回復でございます。特に働く方の給与を上げることが大事である。具体的な成長戦略、経済戦略を打ってしっかり給与を上げていきたい。2点目は、世界で勝てる日本、特に日本の中小企業、農家の方の底力を世界で勝たしていく体制。3点目は、防災・減災、生命・安全を守る、その対策でございます。また埼玉の問題である医師不足や介護職員の待遇改善なども図っていきたいと思います。自己制限の評価としては70点、景気回復はしっかりなされている、ただまだ実感できる景気回復ではない。特にその他の点しっかり頑張ってまいりたいと、このように思っております。役員活動よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。はい、続きまして古川さんお願いいたします。皆様こんにちは。自由民主党の古川俊也でございます。私はもともと外科医でございまして、25年以上にわたりまして消化器のがんの患者さんを中心に3000例以上の手術を行ってまいりました。同時に医療現場で医療機器あるいは医薬品、再生医療技術、こういったものを提供してきました。同時に途中から弁護士にもなりまして、医療行為や医薬品あるいは化学物質や食品、こういったものの健康被害に遭われた患者さんの法律的な救済にも当たってきました。その後北総大学で経営経済学を学びまして、こういった、いろんな分野で勉強したことを成果化したいと思いまして、2007年に移行し当選させていただきました。その後私がやってきたのも、やはり科学技術イノベーション、特にライフサイエンス、そして医療の制度の改革、この2つが中心的な課題でもありました。今の安倍政権の評価は私は80点というふうに考えております。まず1つが、やはり経済の基調を完全に回復させたということでございます。円高がですね、20円是正をされております。そして、民主党政権の当時から考えますと、株価は約 1.5 倍になりました。ようやくですね、ここに来まして消費も少しずつ拡大してきた。また資産の価格の低下というのも止まってきた。少しずつデフレ脱却への足取りが染めてきたということでございます。本日発表された日銀の短観測も上回ったということであります。ただ財政再建とそれから社会保障改革の議論がやや遅れていると、この辺がまだ問題かなというふうに思っております。まだご家庭の収入が増えていない、これはよく指摘されるんですけれども、まだ半年間でございますから、経済の波及効果はこれから待ってくるだろうというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございました。続きまして川上さんお願いいたします。こんにちは。皆さん、川上康政でございます。社民党公認の川上康政、新人の48歳でございます。 1% の一握りの大企業と富裕層が潤う政策で 99% の国民は本当に苦しい生活、本当に不安な毎日を送っています。これを変えるのが政治家の仕事、本物の政治家が求められていると思います。私川上康政がその仕事をさせていただきたい、こう思っていっぱいでございます。今本当に庶民の声が国会に届いていません。私は19年10ヶ月国会議員の秘書として、主に政策秘書としてその現場でスタッフの一人として活動してきましたけれども、今ほど国民から離れてしまっている国会というのはない、そういうふうに思ってやりません。特に安倍政権になって憲法の問題、本当にこの今のこの時期になぜ憲法なのか、そしてまた原発の問題についても、3.11 のこの事故についてもう忘れてしまったかのような、そんな態度であります。脱原発、脱原子力エネルギー、この政策転換が今度の選挙の最大の争点の一つであるとも思っております。また沖縄の問題やその他
消費税大増税の問題についても本当に今この時期に挙げてしまえば本当に庶民の生活への影響というのは計り知れません。そうした中でまさに暴走する安倍政権にストップをかける、そのために社民党川上康政が頑張ってまいります。安倍政権の点数はそれぞれ、足し合わせますとマイナス5の足した後0点であります。はい、ありがとうございました。それでは谷井さんお願いします。皆さんこんにちは、幸福実現党の谷井美穂と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。私はあの皆様と同様ですね、埼玉を本当に愛する、もの一人でございます。埼玉で、育ちまして、埼玉でずっと仕事をさせていただいております。私はあの大学を卒業いたしました後に埼玉県で公立中学校の教員を8年間務めさせていただきました。まあ、私が勤めていた頃の現場というのはとてもまあ穏やかで和やかな部分もございましたけれども、今は本当にあの教育現場が荒廃している、いじめ問題、そして学力向上がなかなかできずにですね、ゆとり教育から子どもたちの学力も低下している、そして国際競争力を失っているという現状でございます。そしてあの先日の調査では、愛国心というものを持つ子どもが今のこの日本、下から数えて4番目という大変悲しい結果が出ております。この素晴らしい日本の国ですね、この素晴らしい国まで育ちながら自分の国が愛せないというのはとても残念なことではあるというふうに思っていますので、この公立学校の教育というのはですね、根本から変えていければというふうに思っております。そしてこの経済問題、国防に関しても教育が基本であると、これを変えていかないとですね、この後日本の繁栄というのは生まれないのではないかというふうに思わせていただいております。安倍政権に関しましては、あの皆さんの話を聞いてびっくりしたんですが、私はあの60点というふうにつけさせていただきました。いじめ防止法ということで、成立いたしましたけれども、これは本当にあの評価ができることだというふうに思っております。そして経済問題に関しましては、大胆なですね、金融緩和ということで、インフレ目標を導入したということでですね、これはとても評価できるのではないかなというふうに考えております。国防に関しましては、あの村山談話、これをこのまま、引き続きますということで、それはとても安倍総理が信念を曲げてしまったことはとても残念なことであるなというふうに思わせていただいております。以上でございます。はい、ありがとうございました。一人お一人より自己紹介、そして、現安倍政権に対する評価ということでご発言いただきました。経済、憲法、社会保障、また原発問題、国防、教育、まあ、幅広い、分野の切り口でですね、評価をいただいたわけでございます。伊藤さんにつきましては、10点から20点、高田さんは33点、山根さんは、30点から40点、矢倉さんは70点、古川さんは80点、川上さんからは0点、谷井さんから60点という評価の発言がございました。